えー、今日はですは、ね、出血打撃ということで、えー、金打撃イベントをやってきましたが、早速見ていきたいと思いますけど、はい、今回はですねまたレベルが26から30というふうに高くて、ですね、えー、継続ダメージの破壊的な生物たちが挑むということで、まあ、耐性アビリティを使って、継続ダメージを避け。 ダメージを受けても戦場で継続ダメージ効果を断ち切ろうとあるんですが、まあ、ここでもう思い切ってですね継続ダメージを与えないですね体制でなおかつですねスピードも勝っていればいいんじゃないかということでこれでいきたいなと思っています。 はい、えー、まずですね一つ目なんですけど、スピノサウルスなんですが、まあ、こちらはですねあのいきなり2倍が来るということで、えー、2倍与えてくると思われますで、相手が耐性持ちでなければ継続ダメージが来るんでしょうけど、耐性持ちと思ったら、多分ですね 2, 2倍の方を AI が組んでくると思うので、2200ぐらいにね、最初、食らえる覚悟がなければいけないということになります。 はい、えー、そして続いてなんですけど、ダルビーノプテルスなんですが、これ、抗体唾液なので、おそらくです、ね、あの抗体唾液の継続ダメージを与えてくると思われます、でその後も、えー、継続ダメージ、急降下などで持っていますので、やっぱり耐性持ちで行った方がいいと思いますが、まあ、これはスピードは速いんですけど、まあ体力がそんなにないので、えー、ここでね、勝負かなって気がしています。はい続い続て えー、スコタドルなんですが、これ、体力がまあまああります。えー、そして、えー、攻撃も1180の1.5倍の、えー、無効化攻撃もできますし、即時妨害も持ってるので、これちょっと立ちが悪いんですけど、どうしようかなと思ったんですが、とりあえずですね、えー、今回、エルリドミナスの ものまずね先手を取って2倍を打っていきたいっていうものとそしてドラゴの組み合わせこの2つは欠かせないと思いますのでこの2つなんですけど、まあ、3つ目はですねトリオストロニックスかなという気がしていますまあ,あのこちらも2倍持ってますしスピードも勝っていますので。 ただね、あのちょっと怒涛の攻撃は打てる余裕はないと思いますけど、まあ、こちらのかなのかなって気がしています。で、問題はね、4番目なんですけど、4番目どうするかなんですが、まあ、体持ちでいくのか、まあ、インドラプトルを出していくのかってことなんだけど、まあ、インドラプトルなんでしょうね。 おそらくこの4つに変えましょう本当はね下で行こうと思ってたんですけど、えー、対戦持ち行こうと思ってたんだけど戦場を持っているインドラプトルで行きたいと思いますまあスピードもね早いですしあと1639っていうパワーもありますし2倍だとかなり強いのでこれでいきたいなと思っていますでは早速バトルに行きたいと思いますはい果たして何が出ていくかなんですけど はい、えー、見ていきましょうはい、まずは、えー、インドエルイ・ドミナスでどのぐらい崩せるかなんですけどはい、えー、まずこれでですね、えー、2倍だとね若干残るんですがまあしょうがないですねこれクリティカルが出てくれるとすごい助かるんだけど出ない、えー、出ないとこれの2倍がくるのでまあ次に対して先手が取れているので、えー、これは普通に。 打っていきましょうあここで変えてくる変、はいえー、変えてくるか変えててくくるるかんだと、えー、できればね一撃離脱を打っておきたかったんですがもう一回これ先手が取れているので、えー、もう一回これを打っていってもいいんでしょうはい、えー、これでちょっと楽になりましたねスピーノがここで出てくる可能性が高いんですが先手が取れる上に 体力がなくなってますので、えー、ここでもういきなりこれでまずね打っておけば最後のスコータトルに2倍を出せるというのでかなり強くなりますねでここで2倍を出していくという手もあるんですがでも体力があるからな、えー、これ一撃打撃でドラゴンとの技が使えないので、はい、ここはもう打っていきましょうはいこれで おそらくやられてしまうと思いますがただ、ここまでくればですねもう全然余裕ですね。はい、えー、ではトリオを出していきますけど、はいまあ、これで普通に打っていけばいいと思うんですが、まあね、ここでいろいろとド,ドラッグを出すと手もありますけど普通に単純にこれでいいんじゃないかなと思います。はいということで、えー、勝つことができました。まあ、ままああ参考になななるんじゃいいかなと思います まあここでだめでもドラクを出したりすれば、まあ、4番目までいかなくても3つ目までで勝てると思いますのではい報酬見てみましょうはいコインと、えー、あディモールフォードン来ましたね、はいえー、スコミームスあんまいらないんだけどエ、はいえー、スコタドルは嬉しいですスコミームスも嬉しいですけどスピノも嬉しいですねはいそして、えー、あこれも嬉しいですねこれは結構嬉しいものだらけじゃないかなあいいんじゃないでしょうかね はい、ということで今回のですね金だけイベントを終わりたいと思います。ありがとうございました。